はい、こんにちは、翔太です。今回実写動画なんですけど、パソコンをね買ったんですよ。前、今これ撮影してるこのパソコンもそうなんだけど、結構ちょっと壊れてきちゃってね、グラフィックボードが多分ついに行ったんだよね。で、さすがに、まあ、ポケモンの撮影と編集とかはいけるんだけど、 PC のゲームやりたいなと思ってね、パソコン買いました。買ったのはドスパラで30万ちょいぐらいかな。買ったんで、ね、ちょっと開けていこうと思います。箱結構でかいんだよね。これなんですよ。映るかな。このサイズ、椅子があって、ちょっと分かりにくいか、こんな感じです。封を切ったらこんな感じですね。これは なんだ、説明書か。手持ち状態だとなかなかにブレるね。おお、なかなかいい感じに入ってるじゃないですか。これを取っていくと、結構しっかり梱包されてるね。やばい、全然映ってないか。大丈夫か。出してきます。箱からね出せたんで、本体ちょっと出してきます。こんな感じですね。袋から出したんですけど、大丈夫かな。こんな、ちょっと周りも見ていくか。あ、一応ねスペックなんですけど、 i7 の 9700K かな、確か、と RTX の3080にしました。お、なんかいいじゃん、横も映ってるか。ちゃんとカメラのケーブルの長さが怪しい。もうこんな感じ、ちょ、全体像が見えんか、いまいち。疲れた。セットしていくか。ふう、なんとかねケーブルとの悪戦苦闘の末、PC のセットは完了したんで、つけていこうと思います。ちょっとね、一応セットした感じ、ちょっと、あれするか。まあ、モニターがあって、ここって感じですね。じゃあ、つけてみます。モニター、つけて。これでいいのかな？ちょっと電源の方のスイッチをオンにし忘れてた。これで、お、ついた。光るんだ。普通にドスパラの BTO だから全然こういう意図なかったんだけど、すごっ、やるね、すげー。まあ、これでね、剣盾もそうだし、ちょっといろいろコンテンツを増やしていきたいっすね。まあ、ぼちぼちやっていこうと思います。あと、これ見て、ゲンガーの T シャツかわいいっしょ。後ろ、あれ、もしかして後ろと前逆できた。いや、そんなことないわ。前後は大丈夫でした。じゃあ、バイバーイ。